何にもしなくても幸せになっていい時間をマジ週3時間用意してもらいたいわけよ。週3時間幸せになっていい時間を用意すると人生がめちゃくちゃ変わるよ。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 本当にね、忙しいのかね。本当に何億個の動画がある中、この動画を見てくれて本当にありがとうございます。And I want to give you a gift. 今日はね、ギフトがあるんです。それは何かっていうと、ね、自分の思考をポジティブにしていると、自分の行動が変わって、その行動がいい結果を生んでくれて、世界が変わっていくんだよね。で、自分の世界を変えることによって、自分にリラックス、自分にスペースを入れること、自分に幸せを手に入れることができると、他の人にも幸せを与えるっていうか、ギブすることができるようになってくるんだよね。でも、自分が幸せじゃないと、結構難しいよね。で、今日のポイントは、このどうやったら幸せになるのっていうシリーズみたいな感じなんだけど、結構大切なポイント。休みをめっちゃ取ってっていうのが今日のポイントなのよ。どういうことかっていうと、思考が現実を作ってるでしょ？ね。自分が疲れてると、思考がどうしても疲れてる人の思考になっちゃうわけよ。で、疲れてる人の思考を持っていると、疲れてる人の発言、疲れてる人の行動を取るのね。で、疲れてる人の行動をよく見てると、疲れるような行動をいつも取ってんのよ。例えば寝不足で仕事で疲れてて、家帰ったら寝た方が絶対疲れが取れる、ね、週末とか寝た方がリラックスしてジムに行って散歩したりとか、そうした方が絶対いいんだけど、ね、疲れてる人何いるって、疲れすぎてジムに行けない、疲れすぎて家帰って11時半に満員電車乗って、家帰ったら何やるって言ったら YouTube とか見たりとか、ね、ネットフリ見て、ね、2時まで見て、うわ疲れたってなって、で、なんか仕事で早起きしてんだよね。で、週末もうなんかそういう感じだし、で、食事を選ぶのも疲れたって言ってるから、いろんなジャンクフード食べがちになっちゃったりとかね。で、それで負のスパイラルみたいなのが始まっちゃってるわけよね。どうやってこれ変えるのかっていうことなのよね。やる気のビデオを僕前出したんだけど、5秒の法則っていうのを出したんだけど、ぜひ見ていただきたいんだけどね。よく僕も LINE、 LINE ここに何か質問あったら送ってね。LINE でよく受験勉強とかやる気が出ませんっていうわけよ。やる気が出ませんってちょっと考えてもらいたいわけよ。思考が現実を変えることができるのね。どういうことかというと、やる気が出ない、やる気が出ないと宿題終わらない、ね、仕事ができない、仕事ができないとどうなるっていうと、仕事ができない人の世界になるよな。勉強できない人の世界が現実になるわけよ。やる気が出てたら、ね、宿題ができる、仕事ができる。そうなるとどうなるっていうと、仕事ができる人の世界になるわけよ。わかる？で、それを自分に望んでるんだったら、このやる気を出すっていうのがめっちゃ大切だよね。で、やる気は頭の中の話なのよ。頭の中の感情だよね。感情をスイッチするっていうことによって行動につながって、行動が現実を生んでる。それ分かったかな？で、ちょっとこれについては他でもいっぱいビデオで話してるんで、ちょっとリンクどっかに置いとくので、ぜひ見ていただきたいんですけども。OK。今日のポイントはね、分かったよ、クリス。ね、やる気を出したら結果が変わってくる。結果が変わったら俺もっと幸せになるっていうの分かったんだよ。やる気が出ねえんだよ。どうすればいいんだよ。ね、分かってよクリス。でも俺疲れてんだよ。どうすればいいの。で、ここから話が深くなるぜ。All right。何をすればいいのかっていうと、自分の人生の中のネガティブなことを減らすこと。そして、そこの生まれるから、ネガティブなことをなくすとスペースが生まれるのね。で、そのスペースに自分がポジティブになる場所、時間を作ってもらいたいの。人、時間、物とかを。あれ、もう一回言うね。ネガティブ、自分の人生の中でネガティブな影響を出していることを減らすこと、そして自分の人生の中でポジティブになることを増やすこと、これなんですよ。で、これを今日は具体的にお話しできればと思います。でね、どういうことかっていうと、OK、もし目の前にクローゼットがあるとしようよ。
でこのクローゼットの中に洋服が30着入ってると、ね、で自分が着たくない洋服を 30個入ってるとしようよ。 OK、 まずネガティブを減らすことなんだよ。じゃあこの中の一番トップ10をもうの洋服、絶対着たくない 着てない洋服をもう捨てようぜ。クローゼットの中のパッて捨てるわけよ。そうすると30着入ってたから10着分は開くわ、スペースが開くわけやろ。だからスペースが生まれるわけよ、ね、だからネガティブな洋服を減らしたので自分のクローゼットの中にスペースが生まれたでしょ。そこに自分が着たい洋服を入れるみたいな、そのような考え方なのね。だから自分の時間、自分の環境、自分の合ってる人、この3点を3点な、時間、環境、人、それで考えてもらいたいわけ。Alright. じゃあまず時間からいきましょう。Alright. あなたは1日、ね、の時間どう使ってる？やりたくないことをやってる時間ある？その時間を減らしていきましょう。OK? それを減らしていくのね。で、それはもうトップの極端からスタートしていいから。で、次は環境。自分が痛くない場所ってある？自分のお家はどう？自分の風呂場、自分のトイレ、自分のベッド、入れるところから変えていこう。これは掃除が必要かもしれないし、リデザインが必要になるかもしれないし、物を捨てるっていうのが必要になるかもしれない。ね。で、次が人やな。あなたは自分が付き合いたくない人と付き合ってない？ネガティブな人とかと時間使ってない？ね、特に普通の場合は、なんか、変なお誘いで断れない誘いとかない？ね、なんかあんまり行きたくない飲み会に誘われて、なんか行かないといけないから行かないといけないとか、わかる？そういうの断っちゃっていいんだよ。わかる？自分を大切にするんだよ。自分を大切にすると、自分の思考が良くなるのよ。自分の思考が良くなると、ポジティブ入れると、ポジティブな発言と行動が入るから、結果がもっと良くなるの。わかる？なので、人のために役に立ちたい、世界を変えたい、家族のためにもっと役に立ちたいって言ったら、自分に必要な休みを与えて。OK? なので、ネガティブなことを減らしていく。嫌なネガティブな人、断りたい人、もう距離置いて。いや、距離置けないんですって思ったら、よかったね。今、それを学べるチャンスが今、この瞬間にあなたに来たね。ね。距離を置くっていう学びを今日からスタートできる。大丈夫。これ10年やってたらあなたはマスターになるよ。ね。で、今度、ポジティブを入れるわけよ。ね。ポジティブも、時間。で、これが結構大切なのね。何にもしなくても幸せになっていい時間をマジ週3時間用意してもらいたいわけよ。週3時間幸せになっていい時間を用意すると人生がめちゃくちゃ変わるよ。週3時間。わかる？俺たちの人生はすっげえ辛いんだよ。普通の場合は。もう子供の時からね、なんかお前宿題やれって原稿が飛んできて、もっと勉強しろみたいな感じで、今度勉強やったらね、勉強やって90点取ったんだけど、90点はダメだ、もっと95取れとか言って95点取って、今度95点はダメだってなって100点取れって言って、今度100点取れるようになったら、ね、一回95に戻ったら、ああ俺の人生は終わりなんだみたいな、このこういう地獄みたいなリラックスできない環境がマジ幼稚園の時から続いてるわけよね。まあ、平成生まれとかは分かんないんだけど、昭和生まれはもう原骨やチョークが飛んでくるとか、まだ俺の体の中に先生から刺されたさ、シャーペンとかも残ってんのよ、家庭教師から。な。原骨飛んでくるわけよ。
でこの恐怖の世界でずっとやってて、今度それが高校大学に入って大学に行かれないって受験の地獄みたいな、今のままではダメなんだ、悪いことが起こるんだ、なんかしないとダメなんだって言って、常になんかしてるって、ずっとこうやってもう息ができない、リラックスできない、海の上を踊いてる、空気が溺れるみたいなので、今度大学入って大学も良くない、もっとやらないといけないって、今度大学卒業したら今度仕事に入れないって、この仕事入ったらもっとやらないといけない、今度結婚したらもっと帰らない、もう永遠にいつまでこれ終わんのみたいな感じなので、週3時間自分がもうリラックスしてる時間を作ること、頑張りすぎ、みんな頑張りすぎで誰の役にも立ってないような頑張りすぎ、自分をもっと愛しようぜ、愛そうぜ、自分を大切にして、人と結婚する前に自分と結婚してみて、自分のベストパートナーになってみて、そしたらあなたの結婚相手も人生変わるぜ、あなたの子供の人生変わるぜ、あなたの周りの人の人生変わるぜ、自分と結婚してみて、自分の最高のベストパートナーを、自分の環境を作ってあげて、自分に誕生日プレゼントギフトしてあげて、自分が幸せになる場所と時間をギフトしてあげて、週3時間でいいから、もうこの時間は、で場所、自分の部屋が難しいんだったら、汚いとか怖いとか、ね、奥さんから怒られるとか、親がいる、子供が大変とか言ったら、ね、自分がリラックスできる場所行って、ね、お母さんね、子供ずっとね、おっぱいあげてて、でミルクあげてて、ずっと子供泣いてて、自分の時間を得れない、でも休みたいんだけど休んだら悪くなっちゃうって、もう大丈夫、子供はエネルギーで分かるから、お母さんにチャージしてって、で本当に3時間無理だったら20分でもいいから、20分自分が回復できる場所、その方が子供の役にも立つわけよ。なので時間、環境で、環境もう一つ、あなたはエネルギーなのね、俺たちエネルギーなのよ、エネルギーじゃねえよ、いやエネルギーじゃないものがないのよ、これ科学なのよ、エネルギーじゃないものがないわけよ。まあ、最新の科学だって、thinking もエネルギーだって言ってんな。あれ、感情とかもエネルギーだって言ってるわけよ。これリアルな話なわけよ。まだサイエンスが追いついてないような話なんだよ。エネルギーなのよ、全部。ね。で、森の中、自然のあるところに行くと、自分のエネルギーがもっと流れてきて、自分のエネルギーが流れると精神も良くなるの。本当にお坊さんとか滝の中でおーんとか言ってパーって打たれるやろ、あれエネルギーワークなのよ。自然の中に行くとね、良くなるのよ。でこれ科学的なデータとか調べたら出てくるよ。マイナスイオンがあるから、なんちゃらあるから、理由は山ほどあるわけよ、わかる？ね。で、裸足で歩くとか、エネルギーが流れてんのよ。で、裸足で歩くことによって、僕たちの体の中にあるポジティブとマイナスがアーシングできるのね。これ、リアル、科学、探してみて、アーシングとか。本当の話なわけよ。でも俺たちはゴムを靴の底につってエネルギーが流れないわけよ。これ、リアルな話なわけよ。自然の中に行く。で、都会にいて自然に行くのが難しかったら、もう公園でもいいから。ね、あなたエネルギーなんだから、ね、イラーって怒りがあるときは体を動かす、激しい運動をする、なんかスタック、体が悪い、なんか感情的に外れないっていうときは散歩に行く、エネルギーを動かすと流れてきます、ね、最後にもう一つ大切なのはタッチ、自分の体を触ってあげること、ね、自分をギューって愛してもいいし、自分の手を握ってるだけでも結構変化出るよ、本当幸せホルモンがいっぱい流れてくるんだ、愛なんだよ、自分の体も愛してあげて、ね、でそういう感じでポジティブなことを自分の人生に増やすの ね。でぜひちょっとお願い、ちょっと難しいんだけど、あのソルトランプいいぜ、見れるのか分かんないんだけど、アマゾンとかで売ってるのかな、できるだけでっかい方がいい、これ本当にいいよ、塩のランプなんだよね、日本も塩結構でっかいじゃん、お寺だっけ、だからレストランに行くと塩があるじゃん、塩深いんだよね。なんか入り口のところに塩置いてるやろ。塩はなんかあるのよ。あれ塩なのよ。で、あれ電球が入ってて温まれてて。うん。なので自分の部屋に行くと、自分がリチャージされるっていう環境を用意してもらいたいよね。なんかこんまりさんいるじゃん。
近藤真理さんのなんかときめく片付けとかって彼女の本読んでると本当にわかるんだよね。ね、彼女はなんか家帰ってくるとろうそくとかつけてクラシカルミュージックをかけてね、光を良くしてオレンジ色の光にして、でお茶を飲んでジャーナルするとか本を読むとかね、ときめく環境でそういうこと、自分の部屋をときめくスペースを作ってもらいたいので、家庭、家族がいるんだったらどっか自分のスペースを取ってね、特に男性はこれすっげえ必要だからね。ね、 You need a lab, buddy. 男のケーブ、洞窟が必要だからね。ね、男はね、その男の場所っていうのが必要。これはなんか女性はどうなんだろうね、ぜひコメントで教えてください。女性も女性の場所欲しいのかな。そう、男はねもうないとダメやな、うん、本当にそう思うよ。自分が自分のままでいれる場所で、あと遊びまくって、ね、芝生で公園を走るとか、ね、子供と遊ぶとか、ね、遊びまくって、でクリエイティブなことやって、音楽でもいいし歌を歌うでもいいし、ね、ドラム叩くでもいいし絵描くでもいいしビデオ作るでもいいし、結果を求めないでとりあえずやって。で注意ポイントが一つあるのね、ごめんちょっとビデオ15分超えちゃって長いんだけど、 OK、 まず携帯はオフ、携帯はオフ、OK。 この体が電磁波とかに慣れてないわけよ。電磁波が始まったのが多分1900年代から電気っていうのがあって、もう100年しかないわけよね。で今携帯の 5G とかいっぱい飛んでるから、もう分かんないわけよ、体が何なのって感じなのね。だからこのリラックスしてるとき、週3時間のリラックスしてるときは携帯はオフ。もちろんなんかライフコーチと話してるとかキャンセリングを受けてるとか、ね、友達と相談してるとか、そういうときは全然 OK だよ。もちろんなんかブログを書いてるとかね、でも基本的に携帯はオフ。でもう一つ、基本的にデジタルゲームはダメ、うんね、だから本当にゲームの世界でもうゲームが大好きっていう人は大丈夫だよ。もうゲームの世界の中で生きてる人は大丈夫だよ、うん、でもできれば俺マジお願いね、ゲームもやめてもらいたいの。 PS4 のゲームとかね、Xbox とか携帯のゲームとかで別のリラックスのやり方、いやだからゲームやってて本当に幸せになれるんだったらそれでいいんだけど、ゲームやっててもストレスを感じてるんだったらゲームやめてみて、で今僕が言ったような森の中で遊ぶとか違うやり方を試してみてね、っていうのが最後のお願いです。 Alright, I love you guys so much and I will see you in the next video. Thank you. じゃあねー。